着いたね。ここが UCLA です。どうも、愛先生です。ということで今回ですけど、今回日曜電話チャンネル、なんとアメリカからお送りしております。ということで今日は UCLA に行った群島に会いに行ってみよう、こちらでございます。で、会いに行くだけじゃなくて、この大学をちょっと案内してもらおうかなって思って、群島と約束してるんですけど、めっちゃええ大学やな、ね、でオールインって感じ。オールインサミット、あ、群島はなんかこれに行くんかな、普段案内される側から。あれ、青いやつかな、ぽいよ、ほら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 、あれか、あ、でも下のこれ、これ、これ群島じゃない、ほら、ありたいです。どうもどうも。ルントだ。ルントです。なんかお前日本にいる時とちゃうような気がする。もうキャリフォルニアなんで。キャリフォルニア。すごい、 UCLA の服じゃない。UCLA。すごい。ということで今回はルントに UCLA 案内していただきます。ルントに会いに来ました。いやいや、よくはるばる。で、ルントが9月からアメリカで、今9月12か3なんですけど、はい、ちょっと日本恋しくなるかなってことで、我々からこのね、プレゼントがあります。こちら、あの、ご指名のお茶漬けの嬉しい、お茶漬け、お吸い物、お吸い物これでかいでしょ。でかい、お吸い物の発想なかった。美味しいよな、あれ。トッポ、あ、もうチョコぎっしりやから、これ。あ、でもあるよ。ありがとうございます。これちょっとでかすぎひん、この大学。水体キャンパス何個分みたいなレベルじゃない。そうそう、そのレベルだと思う。だってさ、俺ら Uber っていうタクシーで来たんやけど、こ、うん、の敷地内入ってからかなりの時間運転してここ来たり。そうですね、10分とかぐらい。キャンパス入ってからが長いですね、ここまで。うん、多分まだ全部理解してないでしょ。まあ、そうですね、まだ全部理解し、まだ2週間経ってないから。確かに確かに、理解してないと思うけど、ルントが行った大学がどういう場所なのかっていうのをちょっと皆さんにお届けできたらなと思います、はい、じゃあちょっと一緒に回ってみましょうか。行きましょう。はい、いやでも久しぶり、久しぶりって感じないな。お別れしてすぐって感じですね。お別れしてすぐ。これなんだ、これ、これすごいよ。でもこれロイスホール、ロイスホール、これがロイスホール。これなんなんすか、これは。これが UCLA 創立当初からある一番古い建物の一つ。一番古い建物の一つ。 UCLA っていつからあるんですか。 UCLA は元々は1800年代からあるんですけど、大学 UCLA になったのは1919年。1919年、なんでワイマール憲法と同じです。そうですね、第一次世界大戦終了の時と一緒です。まずサミル運動、母子運動など、あの、サミル独立運動、サミル独立運動よう出てくんな。それはあの、原高市内閣ぐらい、原高市内閣ぐらいそれがあると。そう、そうです。ここは今も報道になってて、今回みたいにこういうサミットがあると、なんかこういうところでキンポジウムやってる。これ学生の数やばくない、これやばいです。あの、これアメリカの大学の中でも一番多いんです。アメリカの中でも一番多いんやって。すごい。アメリカってでもさ、人口もさ、4億とか5億いるよ。あと、そもそもここ留学生がいっぱい来る。あなたみたいに、あ、そうです、僕みたいな人間がそろ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 やってくるから。すごいわ、これ大学っぽくないもん。ここが、あの、図書館です。図書館、これ図書館、これ図書館、素敵。これも一番古い建物の一つ。あ、そうなんだ。ハリーポッターの世界みたいな、ね、まさに感じる。めっちゃ好きって言ってじゃなかったっけ、ハリーポッター。ハリーポッター大好きなの。え、マジで？で、中も本当にハリーポッターなんです。へぇ、イギリスやけど、あっちはイギリスだけど。ここはパウエルライブラリー。パウエルさんが作ったの。パウエルさんは作ってないんですけど、なんかお金いっぱい出したパウエルさんに。あー、出資者ってなんか大体あの、お金いっぱい出したら名前つきます。あー、なるほどね。資本主義。ルントも稼いで建物に寄付したらあるんや。そうそう、あ、ルントインスティテュートオフなんとかに。そこルントでええんかい。確かに。で、僕のいる物理学科、まあ、正確にはフィジクス&アストロノミーデパートメントっていうんですけど。おー、かっこいいな。それはここ、あの、こっち行ったすぐの。あ、すぐのとこにあるんや。とりあえず一旦そっち見てみよう。行ってみよう、行ってみよう。すごい、すごい参観日の気分。参観日なんかその海外の大学って行くことないからさ、アメリカの大学では結構狭い方なんですよ。あ、そうなんや。まだ歩いて移動できるんですよ。あのキックボードみたいなのいるんじゃん。あ、そうです、あれは僕もあの乗りました。 あ、すごい。で、あの、転びそうになりました。なんか日本語喋るの久しぶりなんじゃない。間違いない。もうずっとしかしない。あ、なんかここにいっぱい置いてある。すごい。ここがフィジクスさんだったの。あ、あの建物がまっすぐ行ったところ。へぇ、ここの見ながら宇宙。そうです、アストロノミーの学部にはノーベル賞受賞者が一人います。あ、そうなんだ、すごっ。だから結構あれだね、こういう人に出会える確率も上がってるんですよ。そうですね。これがルントーの建物です。これもどっかで勉強してるんや。基本的にはこの部屋に。あ、そこの
なんや。あ、じゃあルントに会いたい方はこちらまで。誰が来んねん死にそうな顔して物理やってるやっぱ大変だ。やっぱこれからどんどん大変なると思う。これからどんどん大変なる。で、まず2週間で一番大変やったことかな。一番大変なことですか。もう語っていいですか。これ来て2週間で事件起きすぎて、もうその中の1個だけ教えてんじゃん。アパートの、あ、そっちなんや生活面、うん、アパートの照明が夜中に落ちて割れました。え、どういうこと。バーンと落ちて、怖っ。それ友達に、前は寝とったら結構やばかった。そうそうそう、僕あの即 LA 生活終了してました。大丈夫やった。あ、全然大丈夫でした。もうそのまま即もうどうなってんねんっつって。あ、大家さんにね。まあ、大学なんですけど、大学の寮、はいはい、なんですけど、これ責任問題ちゃうかみたいな。すごい強い強い。あのすごいな。あそこは音楽学部です。音楽学部。音楽学部もあるの。まあ、音大みたいな。はいはいはい、音大の文学部にも音楽専攻ってあるんですよ。ただそれはその学理とかその音楽の歴史とか、うん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 、お前ミュージックセンターって書いてあるの。あるんですけど、ここはもうまさにプロのミュージシャンを養成する学部。演奏する人ってこと。演奏する人もやるし、その音楽の研究もする。なのでコンサートホールとかがない。なるほどね。あ、リスがいる。これリス、これリス。リスがいる。初めて見たかも。あ、そうですか。キャンパスリスもうろついてます、いっぱい。リスって、これ、しりとりでしか使ったことない。おお。自然がやっぱすごいね。そうですね。もう自然と一体化してる。で、なんかそういうところの自然と自然の合間合間に、あそこに人工物があって、うん、あるんです。これ噴水です。噴水に見えないですよ、ね、うん、え、現状噴水には見えてない。そのなんか今典型の池。あ、でも、あ、でも水あるわ。これ普通の噴水じゃないんです。何何何、全部取れたかにしてくれる。ほら、ただの噴水やろ。何の噴水じゃない、うん、この名前、名前、この噴水に名前がついてる。名前がついてます、はい、インバーテッドファウンテン。インバーテッドファウンテン、え、インバーテッドファウンテン、日本語訳ちょっと分かんないですね。はい、ぜひちょっと見てみましょうか、はい、え、逆じゃん。なんか、普通逆じゃない、うん、普通こうや。すごい。インバーティット、逆向きになってる。逆向き、逆噴水。すごい。これ見たことない。見たことあるか。でも、滝にしか見えへんよね。そうやな。でもなんか、ここから水すくって飲むやつらもいるんですよ。え、それ食べない。結構、喉乾いてるな。ただ、ルールなんて、ちょっとすくうだけやつ、さらに落として、退学させられるジンクスがあるんです。あ、ジンクスね、うん、びっくりしたルールかと思った。ちゃんとすごって言って、これもジンクスがある。てかさ、2週間しか来てないのによくいろんなこと知ってんだ。すごい。あ、アインシュタインの式って書いてある。あ、そうです。ここ物理のビルなんで、イコール MC 事情って書いてある。各々の学部の壁画はその学部に関係した。これはフリッカーボール。これも面白いところで、これこいつ全部知ってる。ほんま2週間しか来てない。これ実験心理学の研究所なんですけど、はい、ここのいろんな実験しながら人の心理を探求していこうっていう学部なんですけど、たまにここら辺で唐突にゲリラで心理実験が行われるんです。道端で。へー。もしかしたら今ゲリラで起きるかもしれない。誰かが急に倒れて、その時に周りがどう行動するのか誰かが観察する。怖っ。そういうこと。そんなんあんの。実験対象ね。実験対象、もう全学生全教員が実験対象。俺らが倒れるふりとかしたら、もしかしたらまたやってんねやってなる可能性もなる可能性もない。助けてもらえへんかもしれない。向こうに行くと、はい、その物理と、はい、数学はここにまとまってるんですけど、はいはいはい、他の化学とか化学とか生物、工学、はい、うんうん、あと医学で、あと地学。地学もあんのとかは全部向こうにまとまってる。なるほどね。へー。マジでこのキックボード至るところにあるね。これは市が運営してる。あ、なるほどね。やつなんで、もうだから大学と市がもう共同でやってるんや、うんうん、お金払って乗るんですけど、うん、行き過ぎた人はマイ電動スクーター。あ、マイ電動スクーター買ってここに置いてるみたいな。隣の部屋のやつが、うん、昨日それ買ってました、あれでも意外といい値段してたけどね、電動やから、うん、しそう。いや、これ日本のどの大学よりもすごいと思うわ、これ。すごい。あの、でも多分世界にはもっといろんな大学があって、はい、子供の時から行く機会なんて普通ないんやけど、うん、行けるんやったら行った方がなんか価値観はちょっと変わりそうな気がする、これ、うん。なんか大学に求めることってあるやん、その人々って、うん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 、でも自分の発想にないものがここにある、今のところ。そうなんですよ。だから想像の域を超えてる。そうそうそう、だから想像の域超えてるものってさ、想像できひんからさ、見てみないとわからないな、やっぱ。そう、いいこと言ってる。いや、でも実際そうじゃない。そうです。だから世界に目を向けるってやっぱ大事やな、うん。
これマジですごいと思うわ。でちなみにまだまだっていうのがあって、ここは州立大学なんですよ。カリフォルニア州の大学、公が作った大学、はいはいはい、なのでちょっと私立大学に目を向けると次元変わってきます。あ、なるほど。そうなんだ。あれあれなんかすごそうじゃない。あれが図書館です。あ、あれさっき見えた図書館だ。さっきの裏側。で、あそこの白い建物が純粋数学と応用数学の研究所です。なるほど。お前マジですごいな。すごい。2週間でインプットの量エグいな、お前。2年ぐらい通ってる。もう2、3年通ってないと、それ。ユーエフへの自信満々な感じで今案内されてるもん、今。マスマティカルサイエンシーズブラビルディングやから。ここは数学特会。そうです。ここは数理科学。数理科学。こっちの建物か、あの白い建物かに、いわゆるテレンス・タオっていう人がいます。テレンス・タオ。テレンス・タオっていう人は、うん、まあ、世界で一番天才と言われてる数学者で、うん、ああそうなんや。で、12歳でオリンピック金メダル、数学オリンピック金メダル、すごい。で、24歳で UCLM 教授になります。あ、えげつない。すごい。人たちもここにいる。人もここにいる、いる。こっち入れんの俺ら。入れます、誰でも。大学行って、建物の中とかはあんまり入らん方がよかったな。うんうんうん。サークルの勧誘とか立ってないから。そう、なんかこれとかは、これなんか、これサークルっぽくない？確かに確かに。レポートいっぱい書かないといけなくて、履歴書、就活のために、はい、それを修正しますよって、これ電話したら、そう、これをもう、これアメリカとか他の日本以外だとよくあるんですけど、これピキってチケット破って、ちぎられてるもんね、これ。その人数分だけ受け付ける。あ、なるほど。最終的に全部なんてなるんで、エニーサブジェクトって書いてるんで。あー、すごい。なんでどんな内容でもやれるんや。なかなか大きく出ましたよ。誰だ確かに暇やん、主気になる。てか金もらった方がいいんじゃない、そんな。てかお前金どうしてんの。お金ですか。お金はめちゃくちゃ出て、俺こっち来て思ったのは、物価高いやんか。物価高いです。外食はしてないですね。ああ、じゃあ今日外食連れていかな。行こう。ありがたい。俺らの方がさ、新婚旅行やからさ、外食したところで物価高いはもう目つぶれるんや。あ、10日ぐらいしかおらんから。うん、非日常やから、ね、うちらからしたら。あ、プラネタリアムスペースサイエンス。これは地球惑星科学。地球惑星科学。ちなみにこの大学入んの結構むず、うん、むずい。ここはアメリカで一番倍率が高い大学ですね。ああ、なるほど。やっぱここにいる人たちはみんな優秀な人だ。合格率 11%、 倍率約10倍ってこと。9倍から10倍。そうですね。宝塚よりは倍率2分の1ですけど、宝塚の倍率よく知ってる。確かに。でも日本の大学で9倍ってあんまなくない？ないね。そうですね。いわゆる一橋のデータサイエンス後期。なんでわかんねえそれが。一橋データサイエンス後期、去年の倍率が10倍ぐらい。お前何なの？どんだけデータ頭入ってる？いや、孫さんにインプット。これが地学。これが地学、うんうん、地球惑星とは別に地学のビルが、はいはいはい、ジオロジー、うんうん、なるほど。これは工学です。これは工学よ、はい、エンジニアリング。建物何個あんのってぐらい。何個あるんですか、建物あるな。帰ります。すごい。一つの街ぐらいね。普通にうんとはここに 4,5 年5年います。あ、大変やな。すごいと思うわ。あ、なんかすごい、なんかカフェテリアみたいな。カフェそうです、カフェ。アスカ好きそう。え、吉野家ある。アスクラ、アス UCLA ってことの聖教です。うん、吉野家って書いてない。え、お前吉野家ある。え、ちょっと普通に食いたいんけど、昼飯食ってない。サブウェイある。サブウェイと、まあ、サブウェイの方が納得できるくない。吉野家やばい、うんうん、吉野家美味しいんかな。昨日食べました。美味しかった。美味しかったです。一緒なんや。全く同じ。同じように。あ、じゃあ向こうのやつがこっち来てるだけなんや。じゃあ梅雨だくとかもできるんや。梅雨だくだよ。僕もそれ単語じゃなかったな。ターゲットに乗ってなかったよ、ね、すごい、こういうところもお昼とかいっぱいなんよね。昼は人いっぱいです。なるほど。今だから昼超えてもう4時とかやったの。食堂の一つ目。なるほど。一つなんや。でも他にもあるんや。まあそれは他にもないとやばいやん。まあそうやね。もしここしかなかったら大渋滞。確かに確かに。アメリカのさ、この辺に住んでる人に UCLA 通ってますかって聞いたら、5人に1人ぐらいはさ、うんって言うんじゃない。間違いない。あ、さっき聞いた感じさ、だからみんなここ入りたいんじゃない。倍率も高いって話だよ。圧倒的ななんか、まあ、アメリカ内でのブランドイメージ、だそういうことだよね、みたいなのが、はい、東大とか慶応、はいはいはい、みたいな。あ、ブランド力がすごいんだ。ブランド力がすごい。この大学行ってみたいみたいなのが強い。そうです、そうです。あれなんて書いてあるの。クレディスコール。これもなんか行動ですね。なんか研究会とかをやってる。はいはいはい。ポール・シノードあるな。ポール・シノード研究会がもう今もやってるんですよ、はいはい、物理の理論物理の研究会が。
向こうの UCLA がやってるホテルで。ホテルもあんの？UCLA がやってるホテルあんの？ホテルあります。え、ルントは歩いて通ってんの？僕は今はバスで通ってる。バスで？お前もあのキックボードみたいなやつやればいい。怖い怖い。一歩間違えたら車に引かれてしまう。まあでもさ、俺とアスカも今日思ったけど、ウーバーの人結構運転荒い。運転荒いです。結構運転荒くてびっくりした。しかもみんなあの片手運転でこうスマホ触ってるし。はいはい、ここはがん研究センター。あ、医学。医学や。シャンサーって書いてある。ここら辺は全部医学ですね。あ、そうなんだ。ほんまにお前さ、ここは僕知らないんですけどねみたいな場所あってもおかしくないやん。書いて2週間って。何でそんな全部知ってんの？いや、まだ全然知らないですよ。いやいやいや、もう。いや、すごい。いやいやいや、もうオープンキャンパスの説明できる。俺らお迎えに来たんやけど、見て。なんかお迎えに来た。これあの、これあれだ。ご飯を届けてくれる自動。なんか止まった。ロボットです。みんなのおうちすごいいる。あっちからも来た。ご飯届けてくれる。あ、そう、ぶつかる。やばい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 。おお、すごい。すごい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 。おお、すごい。いえ、放電センサーがめっちゃちゃんと働いてるわ。すごいね、セーフティーが。あ、じゃあウーバーみたいな感じなんや。そうです。で、キャンパスの中の生協の食べ物とかをアプリで注文したらこいつが届けてくれる。みんなさ、あれあの普通みたいな顔してるけどさ、日本人からしたらさ、あれは何それってなるよな。取っちゃったもん。え、なんか日本人の友達できた？日本人の友達、ちらほら、もともと博士課程やってる人、はいはい、とは連絡取って会ったりしました。まあ、日本人いるよね、どう考えても。このまだ陰性は少なめですね。あ、やっぱそうなの。なるほどね。ラスベガス行くときにルントンに会いに来ようかな。ラスベガス。だって ロサンゼルス経由があるか、あるはずなんや。あります。だっていうか、あのラスベガス直行便はないので。ない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 。絶対にロサンゼルス経由しないと。ロサンゼルスか、調べたらシアトルかサンフランシスコ。サンフランシスコあたりは行ってんの。今やサンフランシスコよりロサンゼルスの方が治安まだいい具合ですよ。あ、そうなんや。サンフランシスコ大変らしいな。今大変。ああ、なんかあったんやんか。ロサンゼルスの場所によっては行かん方がいいみたいな。ロサンゼルス、ここら辺はかなり安全なんですが、ダウンタウン、ハリウッドより南のエリア、南のエリア、あそこはかなり危ない。あの昔はギャングが抗争してたエリア。なんでそんなことまで知ってんの、お前。まだ2週間しか住んでない。すごいすごい。あの旅行ツアー調べたんですよ。そのエリアちょっと興味あったんで、そのエリア調べてみたら、ギャング抗争跡を巡るタクシーツアーって。何でも知ってんな。これマジやばい、ほんま。この2週間無駄なく生きてるとしか思われてない。例えばさ、その日本人とかでこういうとこ来るとさ、やばい、コミュニケーションできひん、絶望みたいなので2、3日寝込むとこもありそうやん。こいつマジでそういうのないんやな。ルントのいいとこよ、これ。すごい、ルントのいいとこ。この知識量で多分伝わってると思うよ。うん、これちゃんと勉強しに行ったんやな、ちゃんとみたいな。で、アメリカの大学あるあるなんですけど、はい、まあこういうのがエマージェンシー、ブルーフォン、ブルーフォンっていうのがあるんですけど、はいはい、これ何なんですか。これなんかあの危ない時に、危ない時にバーンと押したら警察来てくれるっていう。なるほど。携帯を押す暇がない人。あ、なるほど。もう走ってきて。でもさ、日本にも絶対置いた方がよくない？うん、だってその声出えへんとか言うやん。そうそうです。アメリカだと朝のジョギングしてる、はい、女の人が追われるみたいなのがあるんですよ。あ、なるほど。あの、そういう人も、やばい男に。そうそう、やばい男に、はい、だからここまでたどり着いたらセーフ。なるほど。まあ、あのうちの大学はそんなんほとんどないんで全然必要ないんですけど、別の州の大学とかになったらこれがかなり役に立つ。命を救ってくれる。救ってくれる。え、じゃあこれさ、日本にも導入しよう。こんなんでもさ、技術的にはめっちゃ簡単やん。ボタンを押したら警察につながるようにするだけでしょ。しかもなんか事情伝えなくても警察がもう飛んできてくれる。あ、セコムみたいな感じで来てくれる。あ、そうです、そう、セコムみたいなビーってなる。いや、なんかさ、結局さ、その、まあ、日本治安いいなと思ったもん、やっぱ、うん、なんかさ、アメリカの情報とか調べてたら、まあ日本でもああいうのあったらより安心あるし、そう、こっちにそういうのがあるっていうのはこっちに来たい人のにとってめっちゃいいよね。ああいうのあると安心するよね、うん、ここはかなり留学生の生活のチャレンジ度でいうとレベル1。あ、そうなんだ。なるほど。だから安全ってことね。安全です。安全じゃないとこほどチャレンジ度上がるってこと。そうですね。例えばニューヨークとか。ニューヨーク、俺らが次行くとこです。そうです、あの、まあ、なかなか危ないですね。あとはなかなか危ない。シカゴ危ない危ない、かなり危ない。あ、そうなんだ。シカゴはあの2008年のノーベル賞受賞者南部陽一郎がいるんですけど、それは知ってる。南部陽一郎さんはシカゴ大学の教授だったんですよね。ノーベル賞取られるまでに3回拳銃向けられたって死んでまでやることじゃないから。どれかが1個でも引かれてたらノーベル賞なかったんで。うわ、よく引かれんかった、ね。それ、うん、それをなんか笑い話のように話してんのやばくない？すごいことよ。すごい。ここなんか恋愛起きそうやね。ドラマ始まる。ここなんか恋愛起きそうじゃない？うん。なんかいろんなドラマチックな場面に使われる。
映画撮影とかで使われてる。あ、はいはい、そうなんだ。いや、ありそうありそう。だって今度こんなんだって青春時代の大学時代みたいな仕事使われそうやもん、ね、いいお昼寝やね。楽器始まったら、うん、あそこの木、うんうんうん、あそこちょっと距離近めの木あるんだけど、うん、あそこにハンモック敷いて寝てる。すごい。そんなんマジであのドラマでしか見たことない。もうなんか遠慮ってないんやなって確かに確かに女子陸上部いるで。ここもほんまにドラマ撮れそうやな。あれだってさ、サッカーじゃないあれ。あ、そうです。あそこサッカー。すごい。ほら見て、ほらブランドブランド。ここはレアルが試合たまに来てやっちゃおうかしよって規模がレアルってあのレアルやん、ね、マドリード。マドリードレアルがここにゲストで来て、ここでさ、まあ、あのゲストのレベルとしてゲストのレベルとしてそのさ、スケールが日本人って島国やから、うん、あれやけど出た方がいいわ一回。俺結構ここ来て、なんで30歳までこういう場所に来んかったんやろと思うぐらいの常識を破壊されますよ。確かに確かに。そのこもそもやけど、あんなレベルのさ、サッカーコートがある大学って何個ありますって話やから。うん、もう日大とかになる。建物のその一個一個デザインおしゃれじゃない。素敵素敵やんな。なんか作り方をみんな統一してるから、はいはい、統一感もあるし。確かにこっちもこっちも一緒やもんね。でもそこ先はあの文系エリアっていうか。あ、そうなんだ。ロイズ、ロイズホール。ロイズホールはここ階段登ったらすぐ。なるほど。すごい、ちゃんと地図情報も入ってる。はい、ということで、いや、ありがとうございました。いや、こちらこそありがとうございました。お越しいただき、いやいやいや、ルントーの UCLA、案内ツアーやってまいりましたけど、来て2週間のやつ、いや、こいつ来て3年経ってますもん嘘です。来て2週間、嘘です。お前日本にもう一人いるやろ。いやいやいや、もう一人日本にルントーと同じ役目を果たせるやついるやろ。どっちか AI やろ、お前。日本のやつ電源切ってこっちつけたとかじゃないんですよあ、そうだよってぐらい、お前もこっち何年おんねんってぐらいの知識がめっちゃあったから。いやいや、海外の大学に興味ある人はちょっとなんか参考になると思う、これは。はい、まあ、今回は理系のところだけご紹介したんで、はい、文系のところも興味ある人見れば、まあ、調べたらいろいろ情報出てくるので、ぜひ。じゃあまた来年来ますわで、12日しか経ってないのにこんだけ知識あるから、うん、来年ってなるともう UCLA、 いや、もうアメリカのほぼ全ての大学のもう特徴から何からか話せる可能性あります、ね、それなんかアメリカの学歴基準みたいなアメリカの風味みたいな、アメリカの宝風味みたいなまあロサンゼルス遠いと思ったけど意外と近いって考え方もあるから、はい、まあ、あのまた遊びに来ます、はい、はい、ということで本日はルンとゲストで、まあもうしばらく出れないってことでしたけど、でもこれ観光になったからちゃんとな、うん、はい、ということで、じゃあまた今回頑張ってね、ここで、はい、で俺たちはあの新婚旅行から10日ぐらいで日本に帰っちゃうけど、また来るわ、はい、ほんまに。引き続き、引き続きちょっとまたお互い頑張りましょうということで、はい、ルンとお会いしましょうということで、本日の日常電話以上になります。ありがとうございました。ありがとうございました。